参考バスは天草営業所参考バス天草営業所は九州参考バスの子会社である参考バスの営業所の一つ。本土バスセンターかつて1991年からは本体である九州産業交通より地域ごとに分社化され天草参考発足と同時に同社の本社という役割もになっていたが2005年4月の 子会社再構築により現在は参考バスの営業所として位置する。なお、当営業所には乗車券窓口はないため、営業所から2トルほど離れた本土バスセンターが乗車券発見などの一部業務を担っている。熊本県天草市北浜町他に、橋梁牧車庫、浦車庫、赤崎車庫がある。かつては、天草各地に駐在車庫を設けていたが、 路線廃止と同時に駐在車庫を閉鎖したところも多い。主に、天草下島全域並びに、上天草市の松島町までといった天草島内の、ほとんどをカバーする。このほか以前は、熊本線を、親会社の九州参考バスとの共同運行において、担当していたが、2018年11月末日を、もって、九州参考バスが運行から撤退したため、 現在は、全便あたり営業所による担当となった。また、2009年10月1日より一部路線の統合、廃止などの大幅再編並びに、本土地区のコミュニティバスの運行を開始している。なお、東営業所からは直接乗車できないが、市道沿いの参考車庫前バス停において、下記の路線を利用できる。天草町快速熊本線、天草号。 専用車なお、ファミリーマートに移行後も、定期券以外の各種乗車券の販売も取り扱っているほか、快速、天草、号のトイレ休憩も引き続き行っている。天草号については、かつて車両並びに運営はすべて、九州参考バスであり一部便を当営業所に管理委託されていたが、2011年3月12日より、 空港発着便の廃止を機にいた区便はすべて当たり、営業所の直営便となった。熊本天草快速天草号の変更に伴う、空港リムジンバスの増便について、九州参考バス。2011年2月28日閲覧。熊本天草線快速天草号、熊本交通センター下田温泉線の運行開始について、九州参考バス。 2011年2月17日閲覧九州新幹線鹿児島ルート全線開業に伴うバスによる二次アクセスの概要及びタクシーによる各種取り組みについて国土交通省九州運輸局2011年3月12日閲覧通勤・通学のお客様へ天草号がもっと便利になります 九州参考バス2015年3月5日付2月から7月までの期間限定で宇都市街地へ停車します。九州参考バス2016年2月3日閲覧ありがとうございます。